アイテム番号 SCP-218JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。効果範囲が未確定なため、 SCP-218JP を含むサイト8120A 等4階は完全に封鎖され、立ち入りは認められません。サイト8120A 等の他フロアの使用は認められていますが、 SCP-218JP につながるすべてのフロアのエレベーターホールはこちらも新設された壁により封じ込められています。説明。 SCP-218JP はサイト8120A 等4階の東側エレベーター1番扉と2番扉です。 SCP-218JP につながるすべてのエレベーターホールは保安上のリスクから現在立ち入り禁止になっていますが、4階以外の扉には異常性はなく、それ以外のフロア間での移動は問題なく行うことが可能です。 SCP-218JP は不定期に到着ベルを鳴らし、2つのドアが同時に開きます。その際、内部は完全な暗闇になっており、一切の光を反射しません。開かれた SCP-218JP の内部の調査は全て失敗しています。開かれた SCP-218JP は強い精神影響力を示し、その時付近にいる人間を強制的に内部へ引き込みます。影響下にある人間は、外部からの刺激に対し完全に無反応になり、それまで行っていた一切の行動を中止して、いずれかの扉から SCP-218JP 内部に侵入します。この時の被影響者は、直前までいかに興奮状態にあったとしても、ほぼ瞬間的に鎮静化します。この状態の被影響者は無言かつ全くの無表情であることが特徴的です。SCP-218JP はある程度の時間開いた後に閉まり、再び不活性になります。SCP-218JP 内部へ侵入した人間及び物品の行方は分かっていません。なお、SCP-218JP の影響は肉体には及んでいないと推測されており、あらかじめ拘束しておくことで侵入を妨害することは可能ですが、精神影響から回復した例はありません。他のフロアから SCP-218JP の存在するエレベーターに乗り込み当該フロアの4階へ移動した場合にも搭乗者の消失が発生しますが、実際に内部で何が起こっているかは、映像や音声が全て途切れるため、現在まで未確認のままです。事案 218JP-2014-11-15。SCP-218JP の異常性が現出した最初の事案です。この時までは通常のエレベーターとして使用されており、当時、研究員以下3名がエレベーター待ちをしていました。カメラ記録では、SCP-218JP の到着と同時に、それまで雑談をしていた3名が急に話を止め、無表情に暗闇の SCP-218JP 内部へ侵入する様子が残っています。3名の行方は未だ分かっていませんに。事案 218JP-2014-11-23。前述の事案を受けた SCP-218JP の調査のため、B クラス職員2名がジャッキ等の必要な装備とともに SCP-218JP へ接近した際に発生した事案です。ホールに到着した B クラス職員2名が作業の準備を進めていたところ、SCP-218JP が活性化。待機していた評価チーム含む4名が失われました。これ以降人的調査は中止されています。事案 218JP-2015-18。SCP-218JP の封じ込め手順改定の要因となった事例です。当時エレベーターホール付近に人がいなかったにもかかわらず、突然 SCP-218JP が活性化し、4階 E、402号室で待機中だった、博士と研究助手、
及び同4階 SCP-218JP 監視室でカメラ映像を監視していた保安担当1名が失われました。SCP-218JP は37分間にわたり開いたままでした。事案 218JP-2015-1-31。活性時の SCP-218JP 内部の映像に対する解析中、担当していた研究員が編集済みと推測される症状を示しました。これまで SCP-218JP による認識災害は確認されていませんでしたが、この事案以降、原因が特定されるまで詳細な映像解析は中止することが管理部で決定しました。2015-2-6映像ログ 218JP-2014-11-23 事案 218JP-2014-11-23 において、調査記録用に用意されていた定点カメラによる映像です。再生513時点から、SCP-218JP 全エレベーターホールの中央で、B クラス職員2名が工具類の積まれた手押しカートを挟み作業準備を進めている。B-67894 はカートの中から何かを探している。B-67029 は床に置いたジャッキのハンドルを回そうとかがみ込んでいる。B-67029、これ硬くて回んないよ。B-67894、おい、レンチねえのか。エージェント。小型スピーカーを通して、右下の青い工具箱にある。B-67029、ねえこれやってよ。あたしこれ無理。B-67894、無視して、これか。B-67029、ねえやってよ。無理だよこれ。B-67894 は壁に立てかけられた脚立の方へ向かう。B-67029、おい、話聞いてんのかよ、罵倒。B-67894、顔を上げ振り向く。なんだとてめえ、喧嘩売ってんのか。B-67029に近づく。エージェント、小型スピーカーを通して、作業を続行しろ B-67894。B-67029、無視して、やあ、かかってこいよこの。到着ベル。SCP-218JP のドアが開き、B-67029 が勢いよく立ち上がる。SCP-218JP 内部は完全な黒一色に見える。スパナの落ちる音。B-67894 が SCP-218JP へ侵入。続いて、B-67029 が SCP-218JP へ侵入。19秒間映像に変化なし。研究員が SCP-218JP へ侵入。エージェントが SCP-218JP へ侵入。6秒後、SCP-218JP が閉まる。映像終了。